ははいこんにちはウィンズです、えー、先日ですねサンフランシスコジャイアンツからフリーエージェントとなっていたマディソン・ヴァンガーナーがアリゾナダイヤモンドバックスと5年契約を結んだというところで,でそのヴァンガーナーがダイヤモンドバックスを選んだ理由というのがちょっと面白かったんで今回ご紹介したいなと思います。 で、簡単にバンガーナのこれまでのキャリアですとか、あとはどういった選手なのかをご紹介しますと、まずバンガーナは、あの、現在30歳のサワンになります。で、まあ、ピッチャーとして、まあ、ずっと先発投手としてジャイアンツで、ま、ローテーションを守ってきて、で、速球も、 まあ結構早い。まあ95マイルぐらいはまあ最速では出ますしで、そこにまあスライダーですとかカーブですとかまあチェンジアップですとか、まあいろいろな球種を混ぜながらこうまあ試合を組み立てていくことが非常にうまいピッチャーです。で、まあ、基本的にまああの怪我の少ないピッチャーでして、あの不運な怪我とかも当然 過去にあった、あるにあったんですけれども、まあ、基本的には200イニング期待できますし、まあ、あの先発の柱としてあの十分に活躍ができる選手ではあるんですけれど、まあ、こ,こ,ここ2、3年ぐらいはですね、ちょっとまあ怪我に見舞われたりですとか、まあ、不運な部分があったんですけれど、まあ、今年、9勝ながら見事に207イニング投げて、で防御率も3点台残していますので、まあ、ちょっと復活の1年を送った中で、まあ、今回 FA となっています。 で、今回 FA になって、まあ、ゲリットコールですとか、スティーブン・ストラスバーグに次ぐ、まあ、先発の注目の FA として、まあ、行き先が気になる、あの、非常に注目はされていたんですけれど、まあ、先日、あの、ダイヤモンドバックスと5年8500万ドルの契約を結んで、で、まあ、正直、バンガーナクラスのピッチャーで、まあ、この契約で取れるっていうのは、かなり安いと思ってます。で、まあ、実際、その、ま、コーリファイングオファーで出せば、まあ、当然、 まあ、あの、バンガーナが今回、まあ、平均年俸でもらう1700万ドルぐらいは当然かかりますし、で、今回そのゲリットコールですとか、まあ、ストラスバーガーらった契約を考えれば、まあ、バンガーナの契約というのは相当なバーゲンです。まあ、ともすれば、じゃあなぜバンガーナはこの契約で、ダイヤモンドバックスとの契約に応じたのかというのがちょっと気になってくるところだと思うんですけれど、まあ、ここにちょっと面白いところがありまして、 で、まあ、バンガーナの遺跡の決,、ま、決め手となったのが、どうも馬らしいんですね。馬ですね。あの、生き物の馬です。え、馬と思う方も、まあ、多分いるとは思うんですけれど、どうもですね、バンガーナは、あの、2頭馬を飼っているらしくてですね、で、その馬を飼っているのが、あの、ダイヤモンドバックスの本拠地があるアリゾナ州のフェニックスなんですね。で、まあ、バンガーナ自身もフェニックスという、 ま街を非常に気に入ってるらしくてですね。で、あの、まあ FA になった際にです際にも、まダイヤモンドバックスが、ま彼にとっては一番の、ま希望先だったらしいですね。まなので、まバンガーナとしてはダイヤモンドバックスが、まそれなりのオファー、彼に、彼の活躍に見合うぐらいのオファーを出してくるようであれば、もう応じるつもりだったみたいですね。で、実際、ま他のチームはもっと、まダイヤモンドバックスが出した以上の契約を 提示していたみたいな話もあるんです。けれど、まヴ、あ、ァンガーナはそういった。まあ、あの自分の気に入った土地でプレーしたいというところを、あの気持ちを優先して、今回あのアリゾナダイヤモンドバックスと契約を結んだようです。で、私この話聞いた時にすごい人間的でいいなっていう風にな感想をいただきましてで、実際 mlb って結構。まあ、あのお金にシビアな選手も多いですし。まあ、あの前 fa とかになれば。 一度でも高いチームでプレーしたいっていう選手も、まあ、結構いるにはいるんですけれど、まあ、そういった選手が多い中で、まあ、今回のバンガーナーのように、まあ、自分のまあ住みたい土地ですとか、まあ、プレーしたい土地で、まあ、あの契約は一番高い契約ではないにてよ、まあ、そういった自分の住みたい土地でプレーするとか、まあ、あの自分の気持ちをこう優先してこういうふうにまあチームを選ぶっていうのは。 まあ結構人間的なところもあっていいなというふうに個人的には思いました。で、ダイヤモンドバックスとしても、まあバンガーナーがこうフェニックスでプレイしたいという気持ちを抱いていたのはかなりラッキーなことですよね。まああの、今ダイヤモンドバックス先発ローテーション、まあ去年のトレードデッドラインでザック・クレンキーをまあトレードしちゃいましたし、まあちょっと一番手がまあロビー・レイという状況はちょっとまあ、まあ悪くはないにしても、こう、まあ、 エースという感じのピッチャーではないので、まあ、ここにヴァンガーナという本当にエース級のピッチャーが入ってきたっていうのは、まあ、ダイヤモンドバックスとしても非常に大きいですよねまあもちろんまだあのプレーオフを狙えるほどの先発ローテーションかと言われると、まあ、ちょっと微妙なところはあるんですけれど、まあ、今回ヴァンガーナが加入したことで、まあ、ダイヤモンドバックスのチーム力っていうのは確実にまあ向上してますしまあ今後 まあダイヤモンドバックスが先発補強もう1枚ぐらいできたら本当に面白いチームになるんじゃないかなというふうに個人的には思ってますしまたヴァンガーナーがまあこういったまあ自分の気持ちを優先してま選んだチームを選んだ結果がぜひ基地となればいいなというふうに個人的には思ってます。はい、バンガーナーに関すする動画は以上ととなりりままごご視聴ありがとうございました